海の中にオーロラ？一体これは何なのだろう。海の中の美しい光景、海の青と緑、黄色、本当にオーロラのよう。たくさんの魚たちが泳ぐ海、そんな場所を探検。鹿児島県にある錦江湾、有名な桜島は今も噴火を繰り返している日本でも有数の活火山。その南にある活火山硫黄岳でも有名な薩摩硫黄島が今回の舞台。世界でもここだけでしか見れないかもしれない不思議な光景を見に行きましょう。地球の約7割を占める水の世界、地上と違うもう一つの世界、不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟、数々の水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回のウォーターワールドは不思議な光景が広がる薩摩硫黄島の海。濁った海を進むと素晴らしい世界、次々と現れる光景に心が躍ります。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。鹿児島市の鹿児島港からフェリー三島に乗ります。錦江湾を南下します。指宿の前を通り過ぎる頃、遠くに開門岳が見えます。およそ3時間で最初の島、竹島へ。そしてそこから30分、今回の舞台、薩摩硫黄島へ。ここの硫黄島でオーロラ、そしてもしちょっとね海が荒れてるんですけど、行ければ、昭和にできた島、昭和硫黄島に向かいたいと思います。ね、すごいね、硫黄とかが出てて本当に、ね、すごい景色だよね。今度、ここでガイドしてくれる松田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなとこですか、ここ。もうここは本当に混沌とした海なんですよね。黒潮でこう弾き出された熱帯のお魚もいれば温帯のお魚もいて、黒潮の恩恵も受けてる海なので、すごく豊かな海かなと思います。本船は硫黄島の接岸に作業のため船体が傾きます。移動の際は足元に注意をお願いいたします。お疲れ様でございました。
薩摩硫黄島へ到着です。すでに海に変化が。ほら、色が変わってる。色変わってる。見てください。なお、エレベーターは絶対なんと。フェリーは週4便、三島村と鹿児島を結んでいます。今回はあいにく天候が悪く、お目当ての光景が見れるか分かっていません。明日からはもっと天候が悪くなるらしく、到着後打ち合わせをしてすぐ出航です。あと今ちょっと出たんですけど、オーロラもう港のすぐそばですよね。そうですね。早い時ちょっと曇ってるし、はい、イマイチっぽいですよね。まあね、あとはちょっと日差しの関係もあったりして、うん、そのね、あの海流の関係、風向きの関係、そしてこの日差しの関係あって、こういろんなことが複合的に合わないと、うん、いいシーンをちょっと見ることはできないのかなと。まあ、あのとりあえずチャレンジして、はい、あのこの、 あの、ね、昭和硫黄島の炭酸水みたいなのとシュワーなってますから、それとやっぱりあの世界でもあまり見ることができないあの火山性の噴出物と、のオーロラ、はい、水中のオーロラ、はい、あれをぜひねちょっと行きたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の昭和硫黄島のダイビングを堪能して、お目当てのポイントへ。今回一発だけの撮影です。それでは薩摩硫黄島の、水中で見られるオーロラ、見に行きたいと思います。天候が微妙なんですが、見れるといいですね。ガイドの松田さんと共に準備をします。よかったです、潜れて。入っちゃって大丈夫ですか？それでは入っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。オーロラ。それでは水中へ。松田さんの後に続いて潜っていこう。海が荒れてるせいで透明度は悪い。オーロラらしきものが出てきた。港に海底温泉があり、そこから鉄分を含んだ温泉が湧き出ている。それが港の外に出て、そしてきれいな水と交わり、いろいろな色を出すそうです。オーロラっぽいね。ただ透明度が悪いのが残念。水底はオレンジ色。これも火山由来の成分が岩にこびりついているんだろう。太陽を通してみるといろいろな色に変化する。面白い光景だね。ただ松田さん、見た光景とはちょっと違うみたいなので、いいところを探して泳ぎまくってくれた。
少し青が出てきた。こっから見上げてみる。青い色とそして緑黄色、オーロラのようにも見えるね。海蛇がやってきた。ちょっと撮影してみよう。この時は骨折をしていたので補助動力として水中スクーターを使用。やはり海が荒れてて透明度が悪く、そして港から出る成分と海が混ざり合ってはっきりしたオーロラは出ませんでした。もう夕方近いので浮上です。少しオーロラみたいな風景は見れたけど、少し残念な結果になってしまったね。島の漁船には貝などの付着物がありません。錆びてるように見えますけど、これがこの港のところの硫黄分ですね。何にも付着物ない。別の船、これもね、普通剪定装置とかするんだけど、これは全然何もついてないね。これね、もう本当にね、これ普通の船ってこっから塗料で、このいろんな付着物をつけないような塗料を塗るんだけど、ここの船はもう本当にこの硫黄分のこれでもう何にもついてないね。本当にすごいすごい。普通に塗料を塗ってる船もありますけど、塗料を塗った下はやっぱりこう硫黄分でついてますね。この後、広部たちは天候が悪くなり、フェリーも止まり、3日間缶詰状態に。もちろんダイビング船も出ません。そんな時、松田さんが海の状態が良さそうという報告が。港から泳ぐか。上空から見るとポイントまでは400メートルほど。もちろん今まで誰もそんなことはしていませんが、探検家としてはやらない選択肢はありません。それでは前回、いまいちのオーロラだったので、港から400メートル泳いでいって、再び水中のオーロラを目指したいと思います。見れるといいですね。いざ海のオーロラリベンジダイビングへ。ものすごく濁った海にエントリー。この辺りから海底温泉が出て、この鉄分を含んだお湯が湧き出てるらしい。とりあえず水の中に入ってみる。何にも見えない。少し進んだんだけど何も見えない。コンパスすら見えないぐらい透明度が悪い。
これは浮上して泳ぐしかないね。エントリー口から約200メートル、まだまだ先は長い。足を骨折してるので進む速度が遅い。しかし諦める選択肢はないね。約400メートル泳いだ。先に青い水が見えてきた。これなら下に入ってみよう。前回とはまるで違う海の色。松田さんが泳いでいく。上の方にはオーロラ、そして下の方には砂嵐。三層に分かれるこの水の中、面白い光景だね。太陽の光も出てきた。オーロラだ。青と緑と黄色、くっきりとわかる。カメラを置いて自分撮り。実は一人で潜る時もあるので、自分を撮る時はこうやって自分を撮影している。もう前回とは違う光景に大興奮。薄いところは赤い色も出てきた。ほんと七色に輝くオーロラ。素晴らしい光景。これです。これが見たかった。船が3日間出なくて缶詰状態になったけど、あのまま船が出てたらこの光景は撮影することはできなかった。少し先へ進んでみる。魚の群れが現れた。追っかけていこう。テトラポッドがたくさんあるエリア。やってきたのはツバメウオ。銀ガメ味だね。まだ幼魚なのかな。ゆっくりと撮影。魚影が濃い。向こうに泳いでいるのはニザダイかな、メジダかな。メジナっぽいね。
ツバメ王がゆっくりと近づいてくる。そして泳いだ先にはオーロラが。オーロラからツバメ王が泳いでやってきた。素晴らしい光景。続々とオーロラの中から魚が現れる。こんな光景は見たことないね。太陽の光もとても綺麗。オーロラと松田さんを撮影していた。すると松田さんが指を指した。見てますよ。ゆっくりと撮影しながら指を指した方向を見ると、ウミガメがオーロラの中に消えていった。白、青、緑、黄色、いろんな層に分かれている。薄いところはオレンジや赤になったりする。オーロラの下を泳ぐ、いや飛んでる松田さん、素晴らしい光景だね。こちらは赤いオーロラ。素晴らしい光景にずっとうっとりしていた。本当に松田さん、どうもありがとうございます。船が出なくて長い時間付き合わせて本当ごめんなさい。楽しいダイビングだったね。もう一つの世界、ウォーターワールド。水の中って本当にいいですね。薩摩硫黄島の海、いかがでしたでしょうか。水中のオーロラすごかったですね。今度は、じっくり薩摩硫黄島の海も、探検したいと思います。それではウォーターワールドよろしくお願いします。